三本松城の戦いは、日本の戦国時代に行われた、合戦のうちの一つ。天文23年3月から8月にかけて、大内義長と、東春方が、岩見国三本松城城主である、吉見正頼を攻めた戦いである。上司の説明版などでは、三本松城の役とも表記されている。天文20年、大明寺の変により、大内義高を討った、東高房は、 文語国大友氏へと身を寄せていた、大内一族の大友春江を招き、大内義長として新たな大内科当主に据えた。事実上は、当春方の傀儡当主ではあったが、毛利元成や、増田富士県など、大内資産家にあった国人領主らは引き続き議長に仕えることとなった。その中で、岩三和野の国人である、吉見正頼は、吉高と義経帝であり、正頼が、 吉見家の家督相続するにあたり多大の恩義があった。反対に、吉見氏と当氏は、過去に、たびたび対立する旧敵と言える関係であり、大明寺の編では、東高房は、増田富士県の軍勢を、吉見領に差し向けるなどしていた。そのため、変後より正頼よりは、半島春方の姿勢を示していた。天文22年10月、ついに、吉見正頼よりは、 東大党を掲げて挙兵する。これに先立って、同年5月頃には、正よりは、家臣の下世来金を派遣して、元なりに協力を求めたとされる。この時点で、吉見と毛利の密約が結ばれたという俗説もあるが、資料的根拠はなく、後世に結果から見て行われた客色であると、されている。正よりを打つべく、兵を差し向けた。 春方だが、主君の仇討ちという大義名分を掲げる正よりに、対して、苦戦を強いられた。長戸国公佐原の野坂峠などで行われた初戦は、吉見氏家臣の下瀬頼貞や旗の茂る臣が、町の高志風などが率いる東軍を撃退した。そこで春方は、雪解けを待って大々的な吉見討伐を計画する。元成を含む参加の国人たちにも出兵を、要請した。 春方が元なぎらに出陣要請をしたのは翌年正月頃とされるが、毛利は態度を明確にしなかった。出陣する気配がない元なりに痺れを切らした春方は2月下旬には秋国人衆に対して直接出兵を要求する密使を派遣した。大内義長が最初に本陣とした土宣城跡天文23年3月1日、当春方は 大内義長を報じて出陣。大内軍には、エラフサエ、内藤隆史よ、白井義兼、野見県政、勝又森寺、脇金地か、いかがか、友、久保く県へ、宮川傍町、三浦ふさよ、町の隆次などが従軍したとされる。議長はと戦場に本陣を置き、春方らは、先方として、元山城まで兵を進めた。3月2日には、 三本松城の市場である、我年城を攻める。我年城には、城主の旗の重信、秀信親子と援軍の吉見範宏、下瀬頼貞がこもり、勝山から少し離れた場所には、吉家頼貞親子が手勢を率いて陣取った。大内軍の先方である春方は、広中、三浦、長の瀬を含む大軍で城を包囲した。牢城側は、 要外堅固な地形を生かして前線したと伝わるが、家臣の田中次郎兵衛が、当軍に内容したため翌日には落城。旗の親子、吉見の博らが討ち死にし、下瀬や吉川は敗走した。3月16日、大内軍は、増田ダフ事件の軍勢と合流。また、議長の大内軍本人も元山次郎に移った。さらに吉見方の諸城の攻略に取り掛かっている。 兵力、吉見氏先行文書聞記書きには、イアンのご徳エ江浦都合5万人に鉄和の5ヶ月公務とされているが、大内氏、東氏が、数王国、長戸国から動員した兵力としては、第一次合戦と戸田城攻めの大内軍1万5千人、大明治の偏の東軍5千人、五福島の戦いの大内、東軍2万人と比してかなり多い。また、江戸時代にまとめられた、 傍聴風土中心案では、画年城で、当軍3万余期の大軍に、勝山城の戦記が抵抗した、旨が記されているが、全くの仮策ではないにしろ、画年城の規模を考慮すると過剰な表現とされる。津和野の自然と歴史を守る会の解放では、大内市、当市の軍勢は2万人程度、地元の郷土市研究者は、大内軍1万5千。 吉見軍1200と説明している3月19日、春方の先方軍が三本松城の包囲を始める。三本松城には城下の村人らも籠城したとされる。春方は津和の川を挟んで南側から三本松城を見下ろせる標高420メートルの山に本陣を置き、城の絡めてとなる北側にはエラを布陣させた。4月17日に大口軍は、 総攻撃を行うが、牢城側は防衛に成功する。その後も、8月2日まで22回に及ぶ攻防戦が続くが、三本松城は、陥落に至らなかった。当軍の包囲に伴う戦火により、和紙原八万宮を含む周辺の寺社は焼かれたという。さらに、三本松城の市場である、下瀬城と御嶽城,城でも牢城が続いていた。そのうち、 吉見領と増田領の境界に近い下瀬山にある下瀬城は三本松城より直線距離で約1 0トルほど北方にあるが山々の尾根沿いに三本松城とつながっていたとされ三本松城を孤立させるために増田富士県が攻めていた富士県は力攻めだけでなく様々な海上工作も行っており3月下旬には 吉見方の長野城落城を知らせて、幸福を流したり、5月には、毛利が桜尾城を攻めたが、熊谷、三吉、小早川らの裏切りで敗退したという偽の書状が、下瀬城に届くよう工作したり、8月には、東、吉見増マスダ、天子の4社による和睦交渉が進んでいると伝えたりしたとされるが、いずれも退けた。なお、牢城の途中で正サよりは、 当軍の猛攻にさらされる三本松城から下瀬城に本陣を移している。一方の秋では3月上旬には春方の密書や密使が元なりに露呈していた。これは2月末に秋国人に対して春方が出した密書、密使であるが秋国人の取りまとめは毛利が行うというこれまでの約束を違えるものであったため。 毛利に忠誠を誓う平賀氏が密使を捕獲したのである。これにより、元なりの大内氏からの離反、独立の動きが加速。5月12日に毛利は大内、党と決別して挙兵し、電撃的に秋の東方諸城を落とした。これに驚いた春方は、家臣の宮川傍聴に3000の軍勢を預けて、秋に休行させるが、6月5日に打ち破られてしまった。なお、 三本松城での戦いでは、毛利家臣の二宮右中、伊藤元姉が、若干の手勢を率いて援軍に駆けつけ、中工城の防備増強に協力したとも、伝えられている。しかし、前述の防芸引き分けからお敷畑の戦いまでの、経緯、状況を踏まえると、援軍派遣は疑問視され、実際には、毛利からの援軍はないと考えられる。春方は、毛利に反対する。 一騎衆や、廃下の敬語衆を利用して、毛利を牽制するが、大内、唐の主力が、岩見三本松城に釘付けにされている間に、元成による秋国の掌握を進めることで苦境に陥ったことは明らかであった。その一方で、正頼の方も長引く、牢情戦で、兵糧不足が問題となっていた。そのため、大内、唐と吉見の間では僕に向けた動きが始まり、 9月2日には、正よりの子、亀尾丸を山口に人質として送ることを条件には僕が成立。三本松城は、下瀬城、御嶽城と共に牢城戦に耐えて、落城を免れた。三本松城の包囲を解いた大内軍は山口に帰陣。ただちと春方は、毛利元成の打倒を掲げて、岩国を秋信行の拠点として準備を進めた。 しかし、元成は、エラ夫妻やクバケンエラへの調略の手を伸ばしており、大内軍の構成を阻んでいた。そして、翌工事元年の五福島の戦いに、毛利が勝利すると、吉見正よりは、元成の傍聴計略にこう、大内司法から亀大丸及び、丘陵の平山城や我年城などを奪回すると、増田氏の動きを牽制しつつ、山口に侵攻した。傍聴計略に、 大いに貢献したマサよりは、毛利の参加となって、長と阿武軍を得ている。ありがとうございます。